川端です。よろしくお願いします。今回はですね、白陵高校の問題です。 867ax5-507axy2 乗を因数分解しなさいということですけれども、これはですね、まず共通因数でくくることになりますね。まず文字に注目すると A でくくることができますね。2つともに A があって、またこれ X もともにあるので X になりますね。と AX でくくれますが、ただ867と507、この2つの数字に共通する約数、まあ、要は公約数ですね、これが1以外あるのかってことなんですけれども、実は867も507も3の倍数ってことがわかります。3の倍数の見分け方っていうのは、各位の和が3の倍数になっていたら、その数は3の倍数なんですね。例えば867だったら、8たす6たす7を計算して、これを計算すると21ですね。そうすると、要はこれ3で割れる、3の21は3の倍数なので、867も3の倍数だってことなんですよ。本当に割れるかどうかやってみましょうか。867を3で割ると32が6、26、3パ24、27、3ク27、割れましたね。はい。ということで、867は3の倍数だってことが分かり、また507、これも同じように考えたときに、507っていうのは5と0と7を足したときに、5と0と7を足したら12になるので、これも足して3の倍数になってますね。12が、なのでこれを507も3で割れると、本当に割れるかどうかやってみると、507を3で割ったら31が3、20、サブ6、18、27、3ク27で割れ、間違えた、27で、3区27で0という具合になりますね。169という具合になります。したがってそれぞれ3でくくることができるよということで、 3AX よって、867は 3×289 なので 289X4 乗、続いて507は 507÷3 が169だから、マイナス 169Y2 乗という具合になります。で、ここでまだ終わりではないです。289、169っていうのは、この2つの数字出てきたんですね。平方数になってるのね、気づきましたか。これはね、覚えておいてほしいですね。もう11の2乗から19の2乗はですね、受験生だったらぜひ覚えておいてください。これ289っていうのは、これ実は17の2乗です。実際計算してみてください。169っていうのは実は13の2乗です。 13×13 ということで、これぐらいはね、ちょっとね、覚えておかないと難関高校にね、受かるのはね、難しいです。しっかり覚えましょう。そうすると、じゃあ17の2乗 x の4乗引く13の2乗 y の2乗だけども、これは2乗引く2乗の形になってるのに気づきますか。この 289x4 乗ですが、今言ったようにこれは17の2乗と x の4乗をかけたもの。これっていうのは x4 乗っていうのは x2 乗の2乗って考えられますね。ここ掛け算して4乗だから。ってことは 17x2 乗の2乗なんですよ。17の2乗 x の4乗だからね。したがってですね、ちょっと形変えると 3ax 中括弧括弧 17x2 乗の2乗マイナス169は13の2乗なので 13y の2乗をというふうにすることができます。で、ここで2乗引く2乗なので、ここを例えば A、B と置けば A の2乗引く B の2乗という具合になりますので、 A の2乗引く B の2乗は括弧 A 足す B 括弧 A 引く B という具合になるので、ここを A、ここを B と置いたつもりでやってあげると、3AX 括弧 17X2 乗足す 13Y 17X 引く 13Y という具合に出ますよということになります。はい、ということでですね、まずこれ2つ知識知ってなきゃいけませんね。
3の倍数の性質、各位の和が3の倍数であるってことですね。足してみて3の倍数になってるかどうか常にね、使えるようになっておいてください。そうこれ3でくくれると分かります。あとはこの形ね、ちょっと珍しい形ですけども、ここがね、まず289、169がね、それぞれ平方数になってる。これはね、覚えておいた方がいいです。17の2乗、13の2乗っていうことでね、覚えておいてください。で、あとは、ここの表現で2乗の2乗で4乗になりますので、ここをうまく2乗引く2乗の形で作ってあげれば、このように因数分ができるという問題でした。動画の中で、各位の数の和が3の倍数になる数は、その数は3の倍数であるっていう話をしました。では、それがなぜ成り立つかっていう話をね、説明していきたいというふうに思います。3桁の数で考えていきます。100の位が A で、10の位が B で、1の位が C とします。その時にですね、このできた数っていうのは、100A 足す 10B 足す C っていう形になるわけですね。で、これが3の倍数になるっていうことを説明していきたいわけですから、ゴールとしては3括弧と。で、この括弧が整数になっていれば、その数は3の倍数だってことなんですね。で、条件としては今、各位の数の和が3の倍数になるってことなので、この A と B と C を足したものが3の倍数。つまり、これをちょっと文字で置くと、例えば 3K。で、K っていうのはこれ整数ですね。K っていうのは整数で、このように置くことができるわけです。そうすると、この式をちょっと変形します。まず 100A なんですけども、これを 99A 足す A にします。10B も同じように 9B 足す B にします。で、足す C ですね。それぞれ、ここの 100A、10B をこう変形しました。で、今、目標は三括弧にすることなんですけども、99A、9B、これそれぞれ3の倍数ですね。なので、ここ三括弧にすることができます。で、あとはですね、この A と B と C、この3つを足したものですけれども、これは今言ったように、これ 3K って送るわけですね。したがって、今、99A 足す 9B 足す 3K っていう形に変形ができるということになります。そうすると、ここで3つとも3でくくれますよね。で、3括弧 33A 足す 3B 足す、K というふうになって、今 A、B、K はですね、自然数、整数になってますので、3×整数でこれは3の倍数だってことになりますね。よってこの 100A 足す 10B 足す C は各位の和が3の倍数になっている数はその数は3の倍数だってことが説明がつくわけです。ちなみにですが、各位の和が9の倍数になっている数は9の倍数だっていうことが、これ同じような証明の仕方で説明できます。ここの各位の和が9の倍数だから、この 3K のところ 9K にすればいいわけですね。そうすると、ここの A 足す B 足す 3K とか 9K になって、で、99A 足す 9B 足す 9K は、これ9でくくれますよね。9でくくったら 11A 足す B 足す K。なので、9かける整数。なので、その数は、各桁の和が9の倍数だったら、その数は9の倍数だってことも説明できるよってことですね。なので、この2つ、3の倍数の性質、9の倍数の性質、両方ともね、仕組みを理解したので覚えておいてください。以上で解説終わります。では。